神戸市交通局5000系電車は神戸市交通局海岸線用の通勤経営電車。2000年から2001年にかけて4両編成10本が川崎重工業で製造され、2001年7月7日の海岸線開業時から運行を開始した。海岸線はリニア地下鉄でありトンネル断面積縮小のため精神、山手線用より一回り小さい車両となっている。 4両編成の全車が電動車で構成されるが、将来の乗客像を考慮し中間車2両を連結して6両編成にも対応する。海岸線各駅のホーム有効庁も6両編成を想定したものになっている。2000年の神戸祭りでは5403号車がトレーラーに牽引されてお祭りパレードに登場し、翌年に控えていた海岸線の開業を PR した。 2005年に公開された映画、交渉人、マシモ・まさヨシでは、5000系の実物が映画撮影に使用された。設計にあたっては、精神、山手線車両の基本方針である、安全性、効率性、快適性、車両整備の省力化を踏襲しながらの4項目のデザインコンセプトをもとに設計が進められた。 車体はアルミニウム合金製押し出し型材と板材とで構成した全溶接構造。先頭車は中間車より 200mm 長くして乗務員室と客室のスペースを極力広くする割付としている。車体の側面は倉下の位置で上部を内側に3度傾斜させた形状で、軒部材を経て屋根部につなぎ、車両限界いっぱいまで幅、 高さとも大きくした断面としている。先頭形状は先端部を絞り、上部及び下部をやや後方に傾斜させた矢尻型の流線型で、前面窓は正面から側面まで大きく回り込んだ棒曇りガラスを使用。前面ガラスは運転台前面と貫通扉及び側面窓の3枚で構成。車体へは接着取り付けとしており、一体感あるデザインと、 全面視界に配慮した構造としている。社外の行き先案内設備として三色 LED 式、行き先表示器を車両先頭と車両側面に配置しており、正面の行き先表示器には運行番号の表示も行っている。なお、行き先表示器には海岸線の全域が収録されている。外反塗料は対応先生を図るため不素樹脂塗料を採用。ベース色は、 白色系のビーチアイボリーとし、グリーンと海岸線のラインカラーである、マリンブルーの帯を巻いている。非常用貫通扉と乗務員扉後方に、神戸市営地下鉄のシンボルマークである U ラインが配されている。片側に3箇所、入り口幅 1300mm の両引き戸の客用扉を配置。引き戸は、 外反骨組みにアルミ、内板にメラミンプラスチック化粧板を使用したハニカム構造で軽量化を図っている。側窓はつまめんよりが固定窓、中央部が加工式の二連窓となっている。車両番号の書体は、精神、山手線車両で継承された神戸市電由来のものは採用されなかった。配色は白色系の清潔感と温かみのある色合いとされた。 一人あたり450ミリメートル幅のバケットタイプのロングシートを車両中央部に6人掛け、車両両端に4人掛け及び2人掛けで配している。2人掛けの客用、ドア付近は車椅子スペースになっている。一般席は赤色系、優先席はオレンジ色系のいずれも暖色系のモケットで仕上げながら見分けがつきやすいようにしている。 腰掛けの周部には石目超整形材の特徴的な形の袖仕切りを設けている。窓ガラスは透明、強化の複層ガラスを使用し、室内面を引き戸の内面と同一面となるように引き戸本体に接着構造で取り付けている。すべての車両の妻部に引き戸と大型の妻窓を設けており、車内の見通しと開放感を持たせている。 側窓も最大限に大きく取られている。前線地下線のため、精神、山手線車両のような鎧戸やカーテンなどは設置されていない。案内装置としては、三色 LED 式のフリーパターン車内案内表示装置と LED が埋め込まれた路線図形の表示装置が各乗降扉上に千鳥配置で設置されている。日本語、英語混合表示に対応。 案内表示器の内容と路線図の状態は互いにリンクしており、例えば案内表示器が間もなくと表示されると、路線図の方は矢印代わりの三角形と磁液が同時に点滅する仕組みになっている。すべての乗降扉には扉開予告表示灯がカモイブの左右に設置されており、駅到着前に表示灯により扉が開く方向を案内するとともに、 扉が開閉する直前にドアチャイムが明動する。ドアの開閉時の合図にブザーを使用する精神、山手専用車両と異なり、統計形式では、低都高速度交通営団と同じタイプのドアチャイムを使用している。運転台すべての車両が電動車の 4M であり、M1MC2 車の2両による、ユニット2本で4両編成を構成している。m 一 m 一車には制御装置、 蓄電池などが MC に MC に来る間には補助電源 ATCATO 装置空気圧縮機などが搭載される車両制御装置は神戸市交通局として初めてイベット素子の VVVF インバータ制御を採用した精神山手線とは異なり三菱電気製で 1C2M2 群となっている主電動機は 定格出力が1 3 5キロワットの車上一時、片側式三照リニア誘導電動機が各車両に2機ずつ搭載されている。台車は空気バネ台車の FS563 である。終電装置はバネ上昇空気加工式のアルミニウム製、シングルアームパンタグラフが各戦闘車両の乗務員室屋根上に配置されている。保安装置は ATC を両戦闘車に、 ATO を編成に1台搭載する。運転手が出発押しボタンを押すことで、路線条件の設定や ATC 装置のバックアップの元に自液の停止位置まで自動で走行する。ブレーキは電気指令式の電磁直通ブレーキである。回線ブレーキを優先し、不足分を空気ブレーキで補う方式となっている。基礎ブレーキはディスクブレーキが採用されている。 空気圧縮機は水平対向型参照、誘導電動機駆動二段圧縮式を搭載2100リットル、分の容量を持つ。蓄電池は、焼結式アルカリ蓄電池 40R を搭載する。海岸線は、三崎公園駅以外島式ホームを採用しているため、運転台は精神、山手線とは逆の進行方向右側に設置されている。ワンマン運転に対応しており、 運転台には画像伝送装置など業務支援装置が装備されている。画像伝送装置はプラットフォームの監視カメラ映像を近赤外線による伝送で乗務員室内の液晶画面に表示するもので運転席に座った状態で停車、発車時のホームの監視が可能となっている。乗務員や保守員の支援を行うシステムとして車両の機器類の制御や監視を行う。 ATI 装置が搭載されている。2016年1月15日より5105回、5106回、5107回の3編成の車内照明を LED 化した。これにより年間約6 1 0 0アワーの電力削減が見込まれる。なお、その他の編成も順次車内照明が LED 化されており、2016年度中に7。 編成の LED 化が完了している。2016年度中に全編成の全消灯がシールドビームから LED 化した。2009年8月22日から5103回が鉄人28号列車、5106回が三国志列車として運行されている。公表のため、同年10月31日から5104回、2010年3月20日から5105回が、 鉄人28号列車に追加。同日3月20日に5108回が三国市列車に追加された。2001年7月7日、海岸線の新長田駅三宮、花時計前駅間開業と共に営業運転を開始した。2017年4月1日現在。5400型は女性専用車。ありがとうございます。